西部開拓史は1962年のアメリカ映画。アメリカ西部開拓時代の1839年から1889年までの50年間をある開拓一家の視点から描いた叙事詩映画である。前後話に分かれている。親子3代にわたる西部での生涯を描いた西部劇映画の集大成的存在でもある。また、これまで様々な西部劇映画に出演したスター級の豪華俳優陣が配役に至るまで数多くキャスティングされている。急流に飲まれるプレスコット家のイカダ。監督、ヘンリー・ハサウェイ東部の農夫ゼブロン・プレスコットは、西部の地に妻と子供たちを連れて開拓民としてやってくる。旅の途中で、プレスコット家は、マウンテンマンのライナス・ローリングスと出会う。ジョージョイブはライナスに一目惚れする。プレスコット家は旅の途中で川賊に襲われるが、ライナスに助けられる。イブは改めてライナスに愛を告げるが、一つどころに留まる生活など考えられないライナスは、イブに別れを告げる。しかし、川下りで、イカダが急流に飲み込まれ、ゼブロンと妻レベッカが亡くなると、それを聞いたライナスが、イブの前に現れる。二人は、イブの両親が眠る地で開拓民として生きることを誓う。シャイアン族に襲われる滅馬車隊。監督、ヘンリー・ハサウェイ・プレスコット家の次女リリーは、酒場の歌手兼ダンサーとなる。ある日、リリーはパトロンから遺産として、金庫を相続する。それを盗み聞きしたギャンブラー、クリーブ・バン・ベイレンは、金庫を手に入れようとリリーに近づく。リリーは、金庫のある西に向かうために、ロジャー・モーガンが率いる、滅馬車隊に加わる。クリーブは護衛として雇われる。旅の途中でクリーブはリリーに言い寄る。滅馬車隊がシャイアン族に襲われる。クリーブが大怪我をして戻ってくると、リリーは思わずクリーブを抱きしめる。金庫にやってきたリリーとクリーブは、すでに金庫が掘り尽くされ、もはや何の価値もなくなっていることを知る。クリーブはリリーの元を去り、元の生活に戻る。ある日、クリーブは蒸気船の歌手になっていたリリーの歌声を聞く。彼女の前に現れたクリーブは二人で新しい都市サンフランシスコで運を試そうと持ちかける。リリーはその申し出を受け入れる。アメリカ南北戦争監督、ジョン・フォード・ライナスとイブの間に生まれた長男ゼブは北軍大尉として従軍中の父の後を追って志願兵として戦場に向かう。しかし、戦場のあまりの悲惨さに戦争に加わることの意味がわからなくなったゼブは南軍から逃げてきた脱走兵にそそのかされ、共に戦場を逃げ出す。ところが、目の前にグラント将軍がいることを知った南軍脱走兵がグラント将軍を撃とうとしたために、ゼブはとっさにその脱走兵を殺してしまう。戦争が終わり、家に戻ったゼブは父が戦死し、その後を追うように母も亡くなっていたことを知る。農場を弟に任せ、ゼブは正規の軍人として軍に残ることを決める。大陸横断鉄道敷設工事。監督、ジョージ・マーシャル・ゼブは大陸横断鉄道の東側からの工事を先住民から守る騎兵隊の隊長となる。工事を指揮するユニオンパシフィック社のマイク・キングの何よりも工事を優先する姿勢に、ゼブは反発を覚える。ある日、ゼブは、暴風、ライナスの友人だった、野牛狩りの男、ジェスロ・スチュアートと出会う。キングが、最短距離で工事を早く進めるために、先住民の土地を通る経路に変更したことから、先住民との対立が深まる。戦争になることを避けるため、ゼブは、ジェスロの協力のもと、先住民と和解する。しかし、キングが、資金確保のために、季節の鉄道で開拓民や狩猟者らを運ぶようになると、自らの土地を奪われると感じた。先住民は怒り、野牛の大群を放つ。ゼブは、騎兵隊の仕事を辞め、西に旅立つ。列車強盗を企む無法者たち。監督、ヘンリー・ハサウェイ・クリーブと結婚して、財産を築いたリリーだったが、夫婦で浪費を繰り返したために借金がかさむ。クリーブの死後、リリーは借金返済のために屋敷や家財のすべてを売り払う。唯一残ったアリゾナの土地に移り住むことにしたリリーはその土地を甥ゼブに任せることにする。一方、保安官となっていたゼブは、オバリギーとの再会もつかの間、かつて撃ち殺した武法者の弟で、ゼブに恨みを持つチャーリー・ギャントと出くわす。友人の保安官、ルー・ラムゼーから、ギャントとトラブルを起こすなと釘を刺されたゼブだったが、家族を守るためには、ギャントを合法的に始末するしかない。ギャントらが金塊を積んだ列車を襲うと睨んだゼブは、武器を持って列車に乗り込む。最初は、反対していたルーもゼブに味方し、列車に乗る。ゼブの予想通り、ギャントら一味が列車を襲う。激しい銃撃戦の末、ギャントらを倒したゼブは、家族と共にリリーの土地に向かう。括弧内は日本語吹き替え第1話、ザ・リバーズ第2話、ザ・プレインズ第3話、ザ・シビル・ウォー第4話、ザ・レールロード第5話、ザ・アウトローズその他、ロッテン・タメイトスでは 93% の支持率である。また、本作の音楽はアメリカ映画協会が選ぶ映画音楽ベスト100で25位となっている。1997年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。ありがとうございます。